皆さん、こんにちは。Listen to the Voiceless の釜井です。えー、ここ最近ですね、少し動画の更新。 え、投稿、SNS の投稿も含めてちょっと滞ってしまっていて申し訳ございません。あの、ここ数日ですね、SNS でもちょっと、あの、お伝えさせていただいていたんですが、少しちょっと体調を崩しておりまして、動画の更新も、あの、少し滞っておりました。えー、今はですね、ちょっと元気に回復しましたので、これからまた改めて投稿していきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 で、今日のこの動画はですね、あのサムネイルにもあるように、あの、ジャーナリストの堀潤さんの YouTube チャンネル8ビットニュースの中で月に1回生配信させていただいている We Are All Human Beings という番組の生配信が、えー、つい先ほど終わりまして、まあ、こんな話をしましたよっていうことをこちらの チャンネルでも軽く紹介させていただけたらと思って動画を回しています。生配信をですね、ご覧いただいた方、動画にコメントをいただいた方、本当にありがとうございました。ね、生配信ではですね、あの、ご覧にはなれなかったっていう方もアーカイブに残っておりますので、そちらをご覧いただけたらと思っています。で、今日のですね、テーマとしては、 仮放免者の日本人配偶者の現状について、実際当事者の方、スリランカ人の仮放免者の男性と、その妻、日本人の、えー、奥様ですね、にちょっと実際ズームでですね、つながせていただきましてお話を伺いました。 夫のですね、ナビンさんという方なんですけれども、このスリランカ人のナビンさんは2004年に日本に留学するために来日しましたで。日本語学校に通っていたんですが、翌年すぐですね、突然日本語学校が潰れてしまって、それでまだなかなかこう、日本語もうまく話せない状態だったナビンさんが、なかなかその後の手続きとかもとうとうできなくて、在留資格が消失してしまったんですね。いわゆるオーバーステイという状況になってしまったんですが、当時交際していたナオミさんだったり、あとまあご友人の方からの 助けを得ながら生活ししていましたこれまでですねあの3回の入管の収容をされていてでその間に難民申請をしていて今2度目の難民申請をしていてその結果を待っている状態です。お二人はですね 交際してててから2016年ですすねあの一緒に住み始めて結婚をされています日本人と結婚している外国人の方たちってその配偶者ビザっていうのが簡単に出るんじゃないのって思ってらっしゃる方もいると思うんですよね。実際はそうではなくて、でもなんで何がそのもらえる人ともらえない人の差があるのかっていうようなことだったりだとか、実際その難民申請もしているんですけれども、あの、合わせてまあ在留特別許可っていうようなですね、法務大臣がなんか個々人の その事情をかえ鑑みて、まあこの人たちは。 強制退去ですね。国からこう追放するのではなくて、まあ、個別の理由から日本にいてもいいっていうような許可を下ろす制度,制度があるんですけれども、その在留特別許可も合わせて求めてて、配偶者ビザがもらえるように今、あの、働きかけをしているというご夫婦です。で、その二人のこれまでのですね、その出会いから今に至るまで難民申請をしていたり、そして、まあ、3回も収容されてお付き合いしていて、その後結婚していても離れ離れになってしまっている状況、すごく これってとてととも辛い状況だと思うんですね実際その生配信の中でもお話を伺ったらおみ、まあ、さん自身もすごくこう、うん、当時辛い思い結婚されてすぐあの収容されてしまった時とかはあの、まあ、体調を崩してしまったりだとか、まあ、そういう状況もあって。 んなんかなかなかこの厳しい状況があるっていうことをお二人からお話伺いました。あの配信の中でもですね、お伝えはしていたんですが、Listen to the Voiceless の中でもお伝えさせていただいている日本に暮らす外国の方たちの状況っていうのは、あの、何も別に、うん、日本人が全く関係ない問題ってわけではないんですね。で、まあ、そもそも、まあ、ちょっと2点あるんですが、自分が当事者じゃなくても、うんと、同じ人間同士、誰かがこう、 不条理な状況に陥っているだとか、何かおかしいっていうことは、 当事者以外の人たちがこう声を上げていくことで当事者の人たちも勇気づけられますし当事者じゃなくてもなのでそのふうに関心を持つっていうことはすごく大事であると。で、もう一点として別にこれはそしてその外国人の方たちの問題だけではないっていうことなんですね。実際その日本人の方でも自分の最愛のパートナーがまあそういうなかなか正規の在留資格が得られずに収容されてしまってですね一緒に住むことが何ヶ月もできない。そしてこの収容はいつ終わるかわからないのでその先 気が見通せないすごく辛いことだと思うんです自分の立場で考えてみてもそしてまあ最悪の場合その強制退去ということでまあ、日本から出されてしまうそしてその場合は日本にもう一回再入国するのは本当何年もかかってしまう状況なんですねそうなってしまうのとやっぱりおかしいなって思いますしぜひこの 仮方面者の日本人配偶者の皆さんの現状っていうのもあのなかなか知ることのできない貴重なお話を伺いましたので是非「We Are All Human Beings」のアーカイブの方をご覧いただけたらと思っています。 とちょっとあの生配信後に急遽ょ撮らせていただいたんですが堀さんの 8bit ニュースの方のチャンネル登録もしていただきましてそしてこちらの「Listen to the Voiceless」もぜひチャンネル登録いただいてで今後ショートドキュメンタリーだったりあの入管の面会報告取材等々もしておりますのでそちらもご覧いただけたらと思います。